小さなコツの専門家野沢拓夫さんがお届けします。一生を変えるほんの小さなコツ。このコーナーでは、野沢さんがお書きになった素晴らしい本の中から。毎週一話ずつ。朗読と対談でお届けしています。今週はこんなお話です。小さなコツナンバー四十二。目標を達成できる人の考え方。 できるかもしれない、そう思い目標を掲げ自分なりに頑張って挑戦するものの結果が出ないことが続いたことがありましたそんな時ある人の言葉を聞いてなぜ自分が目標を達成できなかったのかその理由が分かった気がしましたできるかもしれないと思っていたことができなかった理由それはできると思ってやっていなかったから 何かを目指すときはできると思ってやることが大切できると思ってやるのとできるかもしれないと思ってやるのでは大違い例えば受かると思って資格取得の勉強をするのと受かるかもしれないと思って勉強するのでは合格に向かう意気込みが全然違ってくる何かを目指して努力するときは必ずできると思ってやることが大切 そして、できると思うようになる一番の近道は、目標を達成した人に会うこと。そうすると、達成した時の自分がリアルに想像できる。実際にできている人の体験から学び、自分にもできるとイメージすることも必要なのです。小さなコツ、ナンバー42。目標を達成できる人の考え方。その答えは、 目標を達成できる人はできると思ってやっている。そうなんですよね。これもわかります。早速ご紹介しましょう。小沢さんこんにちは。こんにちは。ちはそうなんですよね。本当にできると思って皆さんやってるんですよ。できる人って。そうですね。本当にあのできると思ってやってるのできないと思ってやってるのはもう全然その入り方が違う。ですね。 ね、例えばノートでもただ撮ってる人と使おうと思ってノートを撮ってる人では全然その効果が違うように、うんはい、本当もったいないですねちょっとした意識で同じ時間同じ努力、ねはい、している時間が全く別の結果を生み出したわけですよねそう,ですそうだからあの、まあ、これいい例として東大生、はい、東大生の実はお父さんお母さんって東大生のことが多いんですよねそうなんですかそうなんですもうこれあの何かで見たんですけどなん、はい、で,でかって言ったら 親父と、あの親父がいけたんだったら、いけるんじゃないかな。<あ>なか今、私が朗読した内容と、そのままですね。<laughs> そ,うすそうです。そうです。達成しちゃった人が身近にいるわけですね。そうです。そうです。だから、もう達成してる、うん、まあ、身内だから、いろんなね、まあ、腹がいてるね、<laughs> 僕から、お前で腹が空いてるとか、いろいろ見たりするわけじゃないですか。<laughs> ええ、まあ、その人ばっかじゃないけども、はい、で、その親父がいけたんだったら、俺もいけるんじゃないか、もういけるだろう。っていうふうに、やっぱり自信になるありますよね。うん、やっぱり、そういうのはあると思いますよね。うん あ,とあの甲子園なんかでもそうですね、はい、あの例えば、まあ、甲子園行けるかなって言って勉強してるのと、あのええ、練習してるのと、もう毎年甲子園の常連で、行くぞって言ってみんながもう、もう本当に行くつもりでやってるもう行く、行って当然ぐらいの気持ちでやってる時って、やはりもう練習が。ええ 違いますよね。試合の入り方といい、はい、練習の内容といい全部違いますよねうん、うん、きっと。そうですね。いやまそう思います。でやっぱりそのできないままやってるまあ悩んでる時にあのこれあの悩みを解決する一番いいコツがあるんですよ。何だろう。できるかなという時にあるんですけどこれねできてる人に聞きに行くっていうのが一番早いです。人に聞くっていうのが人生の悩みを解決するのに最も早い方法です。 もう野沢さんそれ一でやってきたわけですよね。や,やってきましたけど <laughs> もうこれで一番早いと思ったで確かにそうってできてる人できてる人、ね、やっぱ愛情をもっと教えてくれる人とかそういう条件はありますけどね、うん、人を見る目とかまた同時に養っていくわけですけど分からないことを一人で悩んでたりとかできるかもってやるよりは。 こういうふうにうふにまくいってる人にちゃんと聞いて、礼節、うんまあ、はそこで大切ですね、相手にとってもちゃんと素直に聞くことで、相手にありがとうございますって伝えたりとか、ですねそういうの大切になりますけど、聞けば教えてくださいますものね、ね教えてくれない人ばっかじゃないですから、か、はい、いや要するに教えてもらえるような自分になることが、一番最初そういうことで、そういうことでううこと素直に聞ける自分になる <laughs>、はい っていうこと、まあ教えたあげたくなるね、可愛い自分であるってことも必要ですね。素直に聞く、まあその何のためにそれをやるかってこともまた重要になってきますし、確かに、そっか、わかりました。ちょっと私もこの観点で努力してみたいと思います。今週もそうですね、できたと思ってやるっていうのが若い人たです。はい、ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。